ライト YouTube 石川原から皆様にご報告を申し上げます。一点ですね、消費税かつて 3% 上がって 8% になった。もしあの時 3% 上げなければ日本の今の GDP は800兆円になったと言われている。今500兆円です。300兆円の伸びが消えてしまったという極めて明確な類推があるということをご報告したい。消費税を上げるということはそれだけ経済の成長を弱体化させる、まさに社会貧困化計画と言っても過言ではないぐらいです。財務省はこういったことによってオウンゴールをし、日本の国にとってマイナスをしてしまっているということを大きく反省すべきだということを今日は石川大臣から松原氏に答えたいと思います。